お疲れ様でございます。お疲れ様です。お疲れ様です。そう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 。そのノリでは大丈夫。今日はなんかたまたまちょっとね、坂本ちゃんと昼飯食ってちょっと食の話があったんで、はい、で、うちに電話したら、まあ、皮膚科か皮膚科っすね。肛門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 みたいな顔って。木下ってね、最近取締のアルバイトでちょこちょこ川島とるんですけど、はい、店主が、まあもう今電話したら、せっかく人も集まったら動画撮ろうかって、どんな企画をやろうかっていう話で、あおっちゃんとテラが、はい、突然喧嘩したっす。はいはい。今ちょっと向かったからね、いつも、もう普段通りで向かってた。普段何も加えなくていいでください。ちょっと練習してみて。はい。山本さん、はい、僕の方が動画で撮るっすよ。あ、まあ、みちくんの方が出とるよね。うん、それはわかるよ。はい。ただ、山本さん分かってないですよ。さっきのところこういう風にいかなかったんですよ。え、俺もなんか間違っとった？はい、間違ってます、間違ってます。いや、何が間違ったかな。坂本さんが優しすぎて普通に言ったら標準最初はこうちょこっとずつ、うん、階段踏んでからちょっとずつじゃ、うん、難しいっすね。いや、もっとさ、ウィチ君、罵倒しても罵倒すか、うん、もうバリバリしてもバレる。あ、そうだね、そうですね、あんまり罵倒してもバレる。そうだね、まあ、これぐらいのラリーを続けながら、そうそうそう、くどい鬱陶しさみたいな。そうそう、まあ、ここは本当に絶対そういうこと言わんから、ウィチはね、うん、だけど、でももっと言わないんだよ。はい、だけどその言い方がなんかちょっと酔っ払って調子乗ってる感じのなんか、はい、いつもの感じじゃないですか。まあ、みちくんちょっとしつこいよぐらいから始めて、はい、うん、でそれでもなんかガーッと言ってきて、はい、ちょっとしつこいってとか言って、はい、ちょっと口が強くなってくる、はい、でしつこいだろっていうぐらいで、ね、 ね、うん、はい、あいつ結構勘がいいで、あすぐすぐバレるから、はい、行ってみよう、行きましょう。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか、一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。初主役、さっきから食ってね、なんかもう飲んできたとかで、カメラがあるのばっかり続いてきてたから、ね、ちょっとあれだ、今日来るの使ったら、カメラセットしとったんだよ。カメラは、カメラは、いや、でもね、お前から電話かかってきたんで、ちょっとなんかあるとか、セットしとこうみたいな。これあれだぞ、お前の友達やっとるから管理能力だ。危機管理で、これなんか取られるかもしれないんで、危機管理能力やってられてくるんだから、いつかでもあるかもなって、やべえなって。あと誰かが切れたりとかした時は、一回もしかしたらカメラ回っとるかもしれない。確認。誰かが切れ始めたらな。週末のさ、もう12時とか回ってからの喧嘩はカメラ回ってないと分かる。ゴールデンタイムに誰かが来たら、その可能性がある。その可能性がある。すごいね。すごいね。すごいね。主演じゃないですか、お前。すごい。もう一回やることある。肉切るときはさ、切れるわけよさ。皮とか切れないよ。お肉がいいんだけど。特にさ、バイトとかが来ることあるさ。包丁の使い方知らないから。ああ、もう。包丁の包丁も。包丁ってどうやって力入れる？完全に切れないです。これだけなの。いや、そうだ。あそこで落とされたの、俺が。こっから始まるんだよ。そういうことね。ここ。すべてがそこから始まるってことですか。わけがあれさ、酔っ払ってる。寺道、お前酔っ払っとんねん。なんか飲んどったとか言って。寺道、ちょっとしばらく喋る。俺が今主役なんだよ。しばらく。
さ、いらんところをさ、削っていくの、うん、部品みたいなところですね、いらんところ。あ、お前らがいらんところ取ったら残らんだろ、お前。皮ぐらいじゃん、お前のこういうの。こっちの方がいいか、これ縁から、はい、ビール飲みたいの。はい、ビール飲みたかったらさ、いい、あの真ん中のサーバーさ、はい、あの大きいグラスにさ、一回出して、はい、一杯分出してから、はい、ついで、あれ、清さんの分も入れますね。でも木のビールも好感度どんどん上がってきてるね、うん、なんか最近この間動画でなんか出上がってイケメンとか入ってたらしいじゃん、マジか。いや、でも好感度がまあまあチェックしてるでしょ。まあまあチェックしてるでしょ。これから始まり、ただし木のビールってどんどん好感度上がるの俺だけだな。坂本さんとかあれですよ、好感度上げにしますから。あげにいっとるな。ちょっと上げにはいっとるね。あげにいっとるね。そこら辺うまいっすよね、さこちゃん。はい、上げるそうだよな。何回やってわざとやってるうまいよな。まあまあ。これまだ凍っとんの。溶かすようにここに水張って帰ってくるんだけどさ。めちゃめちゃ冷たいから水があったら。うん、一回水変えてあると、うん、もうちょっと早く溶ける。風呂だったら最高っすね。やったぜお前。食べるのはもう面白くないんだよ。本当にお前は、はい、何この、はい、どれだけ滑っても折れない心。学びたい。心強い。毎回なんか、はい、どう十中八九滑るぞ。もっとじゃないかな。何これ、これは何やと思う。これね、ぼんじり、ぼんじり。ケヌキ本当に俺、信じちゃったら、毛入ってんだと思う。これさ、何個とか入ってんのこれ、うん、これ何個とか。あー、ほんとだ。これさ、抜くんの。すげー、そういうこと。へー、これ真ん中からこうやって切って、骨に取ってこうやって。あー、骨に沿いながら切るんだ。めちゃくちゃ大変やん。それ何枚で400円。5枚、5枚で450円。あー、これ、これあるじゃん。これでも売り上げなんかそう知れてるもんな。前のオーナーは知り合いなの。前のオーナーは後輩。あ、そうなんだ、うん、あ、後輩なんだ。そう、後輩で、まあ権利を買ったみたいな。そうそうそう。オープン当初さ、うん、その買うときにさ、うん、その時であいつが2年半ぐらいやっとったんだよね、うんうん、で、だいぶお客もついてるしみたいな感じで、うんうん、で、これぐらいの売り上げは何もしなくても見込めるからって言って、うん、で、まあ、地元じゃん俺らも、うんうん、地元で、たくまも地元じゃん、うんうん、あいつがやってこんだけの売り上げがあるってことは、俺とお前がやったらもっと来るよねみたいな、うんうん、お客が、うんうんうん、って感覚でやったの、うん、何が何がオープンしてすぐ、あのオープン効果はもちろんあったよ、知り合いがね、だけど前の店のお客、うん、一切来なかった。マジ、うん、なんで、要は味が変わったとかそういうことでしょ。いや、違うね。前の店さ、奥さんもここに店で取ったの。はい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 。だからなんか、あるお客さんは、あの二人三脚でやっとる感じがいいよねみたいな。雰囲気が変わっちゃった。奥さんのファンが結構おったみたいな感じ。最初は入りづらいって言うんだけど、うん、来てくれると結構、美味しいねって言って、そう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 。だって、本当にその泡盛り、うん、じゃん。これも、うん、あの近所に住んでるおじいちゃんおばあちゃん、最初2人で来てさ、あんまり来てくれるからさ、ちょっと喋ったんだ、うん、喋ったら仲良くなってさ、気分、うん、気分よくいつも帰っててくれるから、うん、そしたら先週ぐらいに、お兄ちゃん沖縄行くけどお土産何がいいって言って、うん、言うから、あー、青森飲みたいですねみたいな感じで。マジ、そういうのは楽しいなってね、本当に。まあ、そうだね、うん、これさ、この作業をやっとってさ、これ全部やって450円かとかさ、なんてコスパ悪いんだって、うん、利益率で言うとさ、思うけど、うん、でもともとが俺、水商売じゃん、うん、はい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 、何もね、こんな細かいことしなくてもさ、うん、ね、次は売れるんだもんね、そう、うん、って思うじゃん、うん、まあだけど、なんかそれに勝るものはあるよね、こうみんなが来てくれたりとか。
あーそういうことね、だから好きじゃないと無理だと思う。ああそういうことね。これはね本当飲食やる人って本当好きじゃないと無理だよ。ああまあそうだね、うん、やれんと思う。そもそもが料理の勉強したわけじゃないから、うん、包丁とかの使い方だって独学だし、うんうん、だけどなんかこうみんなが来てくれるとあなんか美味しいもの食べてほしいなと思って、うん、だから努力するじゃん。ああそういうことね。そうこれ作ってあげる、うん、韓国料理とかね。そう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 するもんね。見てないよ、もう見てないよ。すごい、あの、この話を聞こえる。でも商売やるのってそういうことだよね。みんな同じことやってるけど、あなただけ特別よってみたいな感じの雰囲気出されると、そうそうそう、うん、まあ常連さんとかやるね。そうそうそう、多分ね、あの自分もそういう風にされたらやっぱ嬉しいじゃん。嬉しい、うん、俺ほんとめちゃくちゃ思うんだけど、あの飲食店とか行ってお客さんじゃなくてさ、お店のアルバイトとかに対して横柄な人っているじゃん、うん、おいみたいな、うん、あれあの一番自分が損することだと思う。確かに俺もそれ思う。その人に対していいサービスを提供したいと思わないじゃん、うん、飲食店もそうだしキャバクラとか飲み屋さんでもそうなんだけど、うん、いや絶対いかんと思うよ俺も。何から一番最初に手なずけるかって言ったら店員だと思う。絶対そうだ、ね、男の店員だと思う。そうそうそう、うん、そいつらがあこの人たちいい人っていう認識をすると、うん、やっぱあお客さんがね、そうそうそう、うん、この人たちに対してね、なんか、そう、まあ、喜んでもらおうと思うでね。そうそうそう、だからキャバクラの時は行ったことあるわ。まあ一回なんか本当にちょっとアスリート系のちょっと有名なね、うん、スポーツ選手とかと普段飲み歩いとるもんで、うん、もうちょっと偉なっちゃったな。そうで、なんか店長がおって、店長がこう言っとんだけど、うん、てめえなんだ責任者呼んでこいみたいな感じ、うん、金ならるもんでバーンやられて、うん、俺の頭の中ではさ、もうやっぱりてめえら金払えば何やってもいいわけじゃないぞってなるじゃん、うん、だけどその時ちょっと俺はもう自分の店で俺の後ろ誰もいないわけじゃない、うんうん、で、だけどじゃあそいつら払っていくそのね何十万っていうお金、うん、いらんもんで帰ってけって言えるわけよ、うんうん、言えるんだけど俺でもこれでこいつら食わせな感じだ、うんうんうん、確かに、うん、だからもう出なくやすいけど頭下げれるんだそこは。ああなるほどね、もう慣れすぎちゃって横柄な客に。そうか、まあでももうなんか賞味終わりなんこれ。それを溶けるまで何もできん。あ、そういうこと。そう、でもちょっと座るじゃん。ちょっとあの勝野君とかにも前にも言っとるけど、うん、金だけじゃないな、ここは。ああ、まあそうだね、うん、金に勝るやっぱ人とのつながりとか、うん、それむちゃくちゃ感じるしね、それをやっぱ。まあそうだろうね、うん、さっき、タケの動画見たのは、はい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 、居酒屋のね。そうそうそう、うん、動画の中でタケがさ、うん、あの木下さんの店っていいですね、こうやってみんなが集まってくれて、あー、言ってたね。ああいうだけでも嬉しいもんな。あー、まあそうだよね。だからなくしたくないな。あー、なるほどね。なくしたくないなっていうか、もうこれも俺が好感度は気に入っとるやん、なんかさりげなく今好感度バカあれてるから嬉しとるやん、サボンつれないよ、もうあんま気になるなんかすがし顔が流れてきそうな感じするそう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 。だけどこんないい話しまったとかあれなんですけど、今日ボツだぞ動画。お前ちょお前ボツだぞこれ。なんどっから急だぞなのってやばい。お前ボツだぞ、お前マジボツだぞ。めちゃめちゃ喋ってるじゃん。めっちゃいい話しやした。もうこの言い方よ。坂本さん、後半投げすぎっすよみたいな。ちょっと言っとったけど、ちょっと始まったからなんか途中でやめちゃったじゃん。なんだお前、なんかあったの。言ってみたい。今日っすか、今日僕と坂本さんが喧嘩して、その木下さんどういう対応するのかなっていう、そのおかじかじとき一番最初に釘打たれたんでね。なんて、いやいや、管理能力あるんで、喧嘩とか始まったらどっかにカメラないかしら。いきなりましたじゃん、これで面白いと思ったの、奇跡が起きたと思ったので、これで絶対騙されるから YouTube って。それでもなかなかカメラってね、いきなりその畳まれた人間の脳ってね、遮断されるから残念な気がする。
この動画ボツです。やだ、淳しげオクラオクラマジでお前なんてなってお前バカやろ。やっぱ仕込み大変だね。まあそういう動画になっちゃったね。はい、だから仕込みが大変だ。本当に。あ、でも本当にさっきさ喋っとったけど、うん、あの動画見て来てくれた人、うん、動画見ましたって言ってください。ああ逆に動画見ましたね。なんかサービスあるの？あるあるある。何があるの？欲しいものあげる。うわ。何もいっぱいぐらい無料？もっとあげる、もっとあげる。おマジマジ。マジ。それは嬉しい。嬉しい。本当にさ今さ要はさ、平日俺誘いに出たら混んじゃうことあるじゃん。まあ、いけんしね。平日バイトがゼロなの。あ、もう土日はいるんだけど、うん、平日のバイトがゼロだから。あ、そう。バイトの募集と。あ、バイトの募集ね。そう、バイトの募集。女子がいるの？女の子がいる。若い元気な子。練り替え道場の YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ここでちょっとお知らせです。6月19日日曜日大阪で、7月17日日曜日名古屋で、とび職限定の建設業交流会を行います。社長さんだったりとか一人親方の方、まあ、個人事業主の方、あと従業員の方でも全然 OK です。とび職人のつながりを持ちたいっていう方、ぜひご参加の方よろしくお願いいたします。はい、じゃあ皆さん、はい、本日の動画は、まあ、ちょっとね、はい、企画とはずれちゃったけど、ずれましたね、だいぶ、まあ、多分俺はあんまり話聞いてないけど、視聴者はよく聞ける、いい話じゃない、いい話よ。坂本ちゃんも俺も、誰も話聞いてないと思うけど、見ろ、いい話。また遊びに来たら、まあ、行ってくださいっていうことと、アルバイト募集。あと、うちのトリショのインスタでも、うん、俺のインスタでもいいから、うん、予約してくれてもいい。ああそういうことね。もしあれだったらインスタ URL 載せてくれれば。ああそういうことね。清水さんも個人的なやつです。あ、いいよ、トリショのやつ、うん、ぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。お願いします。非常に会える確率が高いですよ。なるほど。週2ぐらいは確かにそうだね。まだ見てねー、まだ見てねー。